皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。お仕事だった方はお疲れ様です。流行り紙2の続きをやってまいります。では何かね、傷害事件が起きたということなので、現場を見せてもらいに行きましょうってところですね。それとあなたの名前を。は、本職は、常世島駐在所勤務、大野原剛巡査です。どうぞ、水上警部補殿。現場までご案内いたします。なんか通常さ、警察が人の家とか訪ねてくるときって、一人では行かないから、一人で来てる場合は、詐欺の可能性があるので気をつけてくださいっていう話聞いたことあんねんけど、大丈夫？通常二人以上で来るって聞いてんけど。この島には小さな駐在所しかなく、警察官は大野原さん、だから一人で来たの。大変やね、大野原さん。インフルエンザだかコロナだかになったらもうこの島の治安を守る人いないんや。近くの島にある署に電話連絡をしたところ、この天候で船が出せないという返事が返ってきて、当分大野原さん一人で対応しろと言われたという。僕たちが加わったことで少しは肩の荷が軽くなったみたいだった。部屋にいた小暮さんと鴨泉警部補に事情を説明し、僕らは事件現場である302号室へと向かった。鴨泉警部補には開口一番、酒臭いわよと言われてしまったが仕方ないだろう。結局騒ぎに巻き込まれ、シャワーさえ浴びることができないのだ。自分が酒臭いことは言われるまでもなく自覚している。被害者が発見されたのはホテル3階のダブルルームだ。客室か。被害者は一人で島に営業に来ていたサラリーマンで、発見直後すぐに病院へと搬送されている。小さなソファーには投げ出されたスーツの上着と旅行カバン、テーブルの上にはワインの空き瓶とグラス2つ。テレビはつけっぱなしになったままで、ついさっきまで誰かがこの部屋で動き回っていたのがそのまま残されているようだった。ワイングラス2つがミソやね。それで被害者が発見されたのはどこ？どうぞこちらです。この短時間の間にというよりは、出会ったその瞬間から大野原さんを支配下に置いた鴨泉警部補がまるで昔からの上司のようにぶしつけな態度で尋ねる。だが大野原さんも嫌な顔一つせず、中堅のような従順さで僕らをバスルームへと案内した。大野原くんって小暮くんに似てるわね。そうでありますか。自分も顔に自信がある方ではありませんが、あそこまで個性的ではないと。顔のことじゃないわ。上下関係に異常に弱いってところよ。自分は弱いのではなく、上下関係を重んじているだけであります。辛辣な鴨泉警部補の言葉に、小暮さんは不服そうに反論する。否定したくなる気持ちはよくわかるのだが、確かに似たタイプではあり、鴨泉警部補の分析もあながち間違いとは言えない気もする。明らかに違うところといえば、小暮さんががっしりした体格なのに比べ、大野原さんは何とも形容しがたい風貌をしているところか。プーさんみたいな体型なんかな。そんなことを噂されているとは知らない大野原さんは、バスルームのドアを勢いよく開いた。これもしかしてなんか、血液的な？その瞬間、胸をえぐるような血生臭い空気が溢れ出す。思わず小暮さんが顔を背けた。バスルームから飛び出さなかったのは、鴨泉警部補への意地だろうか。これはまた、なかなか猟奇的な現場だこと。そうですね。洋式トイレと、風呂と洗面所が一緒になったユニットバス形式で、最初に目に入るのは洗面台の鏡だ。何これ。
そこには赤黒い液体で何やら模様のようなものが書かれ、なんかめっちゃ気色悪いなこの柄。動物だろうか。細長い胴体に長い尻尾、4本の手足、体中から何かが立ち上っている。ちょっと気持ち悪いねこれ。人影？鴨泉警部補がつぶやいたのが聞こえた。人影ってあの尻尾が燃えている、将来的にリザードンになるあれかな。言われてみれば確かにそれは炎に包まれたトカゲのように見えなくもない。そして隣接するバスタブには大量の氷が浮かんでいた。時間が経ったせいだろう、氷は半分溶けており、バスタブの水は血液らしきもので赤く染まっている。被害者は裸でここに浸かって意識を失っているところを発見されたようです。じゃあ誰が通報したのよ。あ、そうやね。鴨泉警部補の気迫に押されたのか、大野原さんは不安そうな顔で答えた。医務室に男の声で電話があり、すぐに来てくれと。医務室への電話。僕は昨夜七原さんが受けた電話を思い出していた。じゃあ被害者は医務室に電話して、その後意識を失ったということですか？いえ、それがおそらくそうではないと。僕の問いかけに大野原さんはなぜか歯切れが悪くなった。電話を受けた医師がフロントにも知らせ、当直の支配人に鍵を開けてもらったところ見つけたということのようですが。これは後で支配人と七原さんにも話を聞いてみる必要がありそうだ。その人はどこか怪我を。小暮さんが血で染まったバスタブを見ないようにしながら尋ねた。本職は直接見たわけではありませんが、支配人の話だと脇腹に手術した後のようなものがあったとか。手術跡でありますか。はい、一旦切り開いてこうチクチクと縫合したような跡だったそうです。切り開いて縫合？僕は思わず尋ね返した。本職も愚行してみたのですけれども、多分被害者は臓器を摘出されているのではないかと思うのですね。病院に搬送されたって言うけど、じゃあ亡くなってないのかな。亡くなってたら搬送されたとは言わないやろうしね。しかも死亡とは言ってなかった気がする、確か。じゃあ腎臓かな。腎臓が確か2つあったよね。あれ？そうやね、腎臓が2つあるよね、確か。ちょっと待ってくれる。鴨泉警部補が鋭い視線を大野原さんに向けた。どうもさっきからあなたの話を聞いてると何か心当たりがあるみたいね。え、そんなことは決して。大野原さんがうろたえた。医務室に電話してきたのが別人じゃないかとか、臓器を摘出されたんじゃないかとか、あなたが知り得る以上のことを言っているように思えるんだけど。確かにね。それは。大野原さんは言葉を詰まらせていたが、ついに観念したみたいで顔を上げた。本職どうも嘘は苦手でして、ここだけの話にしておいてほしいのでありますが、この事件今回が初めてではないんです。というと、前にも4件同じような事件が起こって、今回が5件目でして。そして大野原さんが語ったのは、このホテルで人知れず起きていた奇妙な出来事だった。今を遡ること4ヶ月。ある男性客の部屋から医務室へとかかってきた電話が全ての始まりだった。早朝のコールに担当医は急患かと身構えるが、その電話の主は冷静な声でこう告げる。人と部屋で飲んでいたはずが、なぜかバスタブに入れられている。体は氷漬けにされていて、それにひどく腹が痛む。血が出ているようだ。尋常ならぬその知らせに当直医がおっとり刀で客室へと駆けつけた。するとそこには腹部に手術跡のような真新しい傷を抱え、苦痛に悶絶している被害者の姿があったそうだ。被害者は即座に島で唯一の病院、青山医院へ運ばれ一命を取り留めた。
でも相当腕がいいよね。いやーすごい怖ー、なんかちょっと痛いわこの話。しかしその体からはとんでもないものが失われていた。とんでもないものとは何でありますか？左の腎臓です。そんなものどうやって？なぜか脇腹を押さえる大野原さんと一緒になって小暮さんまで脇腹を押さえながらつぶやく。その病院の院長によれば、まるで外科医の仕業のように綺麗な傷跡だったそうです。こう傷口はしっかり塞がれ、応急処置もされていたそうで、そのおかげで命拾いしたとのことですが、不思議な話ね。顎に手を当てて考え込む鴨泉警部補の言葉に小暮さんもうなずく。そうでありますね。腎臓を取り出されていたとは。私が不思議と言ったのはそのことじゃないの。鴨泉警部補はピシャリと小暮さんを否定した。医務室にあった電話は冷静な声だったんでしょう。そんな悶絶しているような人が冷静に電話なんてできるものかしら。そうなんです、本職もそう思い、その後探してみたのです。でも電話をしたのが誰なのかは結局わかりませんでした。その電話では人と飲んでいたと言ったんですよね。誰と飲んでいたんでしょう。僕も疑問をぶつけてみた。申し訳ありません、不詳大野原剛、そこまで調べきれませんでした。何しろその被害者は意識不明のまま回復しないため、近くの島の大きな病院へと移送されてしまい、詳しい事情も聞けずじまいでして、ホテルの従業員に尋ねてもその客に連れはいなかったはずだ。誰と飲んでいたか全く心当たりはないの一点張りなのです。まあでもこうなってくるとホテルぐるみの線が疑わしいよね。ホテル側が把握していない来客があったということだろうか。今回が5件目だって言ってたわね。他のケースもそれと同じだったということ。ていうか今までの4件が全てホテルで行われてることなら、もうホテルが黒じゃない。おっしゃる通りです。だってさ、そもそも2件続、1件目はまあともかくとして2件続いた時点でさ、フロア全部に監視カメラ置くなりなんなりしてね、警察に証拠が提出できそうなもんやけど、そういったこともなされていないのだとすれば、もう意図的にとしか思えないよね。ただ唯一の違いは失われた臓器の箇所かしら。狭苦しいバスルームを抜け出し、客室の壁にもたれ、鴨泉警部補が言い当てた。なぜお分かりになるのでしょう。もしや鴨泉警部補殿がこの事件の。バカは休み休みおっしゃい。ただの推理よ。なるほど、さすがは本庁の警部補殿ですね。感服しました。それにしてもここまで何人もの被害者が出ていて、なんで犯人を放置していたわけ？あなたの仕事は観光客の道案内。それも本職の大切な仕事です。おかげで観光客の皆さんからはいい評判を。いや警察官やからね、その前に。だったら警察官なんてやめて町役場の観光課にでも再就職なさい。こんな猟奇的な事件を野放しにしておくなんて、日本の治安を守る警察省の威信に関わる問題よ。鴨泉警部補が怒るのも無理はない。いくらここが都心から遠く離れた離島とは言っても、あまりにも対応がお粗末だ。本来ならば本土の警視庁から応援を呼んで懸命の調査に当たるべき局面だろう。ああ、な島ぐるみかもしれんな。だが大野原さんは叱られた犬のように情けない顔をして小言で反論を試みた。怒られるで。本職もそのお考えには賛成なのです。しかしその死者が出たわけではないので、殺人事件というわけではなく、所轄の動きも鈍いと言いましょうか。それにその、そう言っている間にもどんどん声が小さくなっていく。今やさっき混じりになってきた鴨泉警部補の姿勢に怯えているのだろうか。さすがにやりすぎだと
警部補に一言忠告しようとした僕の前に、ホテルの制服をまとった男性がやってきた。大野原、なんでここに部外者が、しかもこんなに大勢。部外者ではありません。警視庁のものです。わー、なんか、怪しいな、これな。ホテルの一従業員が大野原さんを呼び捨ててこんな高圧的な態度に出るのは。すっとんきょうな大声に、鴨泉警部補は冷たい声で切り返す。は、警視庁？どうして警視庁が？いえ、僕らはこのホテルにたまたま宿泊していて。事件現場に集まった僕らの姿に目を白黒させている男性の胸には白いネームプレートがついている。ホテルのロゴマークが刻まれたそこには、副支配人大鳥と記されていた。ご心配なく、この一連の事件の犯人は私たちが検挙しますから。一連の？大鳥副支配人の声が一瞬険しくなり、大野原さんが目をそらせた。すでにこの事件についてはご存知で。副支配人は言葉は丁寧であるが、目が笑っていない。それには気づいていないのだろう。小暮さんが自分の胸を叩いてみせた。ご安心ください。ここは自分たちが。ああ、いえいえ、それはもう。ぜひとも犯人は逮捕していただきたいのですが、この一件、できればマスコミには伏せていただけないかと。マスコミに？鴨泉警部補の眉がビクンと跳ね上がる。ええ、そういうことです。我々もお客様あってのホテルですから、このようなことが知れ渡ってしまいますと、商売上がったりになってしまいまして。だから一般市民に知られるようにマスコミには伏せろと。もちろんただでとは言いません。皆様にはスイートルームを提供しますし、飲食代もすべてホテル側が負担します。これは鴨泉さん嫌がるんちゃう？ほら、何を言ってるの？ですからホテルとしましても最大限の便宜は図らせていただきますので。常日頃から鴨泉警部補の異常高な言動に慣らされている僕らならいざ知らず、その人となりも知らぬ一般人となれば、かくも鋭い視線にさらされるのは苦痛だろう。だが大鳥副支配人はひるまない。口調は低姿勢だが、ぶしつけな本性を潜ませている。その態度についに鴨泉警部補が一喝した。ふざけないでちょうだい。副支配人を通り越して、僕の背後で大野原さんが硬直する気配が伝わってくる。かわいそうに、寿命も2、3年縮んだに違いない。私たちの務めは犯罪を取り締まり、一般市民の安全を守ることです。このホテルの経営を守りたいという気持ちも理解できますが、だからといって、無辜の市民を進んで危険にさらすなど、本末転倒も甚だしい。じゃあ、警察が損失を、こいつはこいつであたおかよな。なんでそんな保証の話なんのよっていう。海線山線らしき大鳥副支配人は、一歩も引くそぶりを見せないが、今の鴨泉警部補に何を言っても、火に油となるだけだ。もうそこも含めてマスコミに言うべきやな。鴨泉さんは一般市民を危険にさらすわけにはいかないから、そんな接待なんか云々よりも、みんなに公表してこういう事件があったんやでっていうことを気をつけてもらうために、マスコミにも公表した方がいいよって言ったのに、ホテルの副支配人が、じゃあ警察が損益分を保証してくれるんですかって言ってきましたっていう、ここまでのワンセットでチクっていくしかないね。僕は小暮さんと目くばせを交わし、鴨泉警部補の肩を掴んだ。鴨泉警部補の言うことはごもっともです。しかしマスコミ対策はここで軽々と決められる話ではありませんし、それにすべてを闇雲に公開することが最善の策とも限りません。まずは場所を移して、今後の捜査方針と合わせての検討課題にしましょう。いや、鴨泉さんは別にさ、闇雲にマスコミにばらすぞなんて言ってなくって、
ただ、こういう事件があって、こういう犯人が潜んでいるんだよっていうのを、市民の人たちに何かしらの形で伝えないと、彼らが警戒しなくて危ないとかそういうことじゃないの？みなかみくん、スイートルームに目がくらんだの。とんでもない、違いますよ。ただここで押し問答をしていても時間の無駄になるだけです。そうであります。まずは自分たちもこの事件について意見を交わす必要があると思うのであります。まあいいわ。どうにかボルテージの下がった鴨泉警部補だったが、立ち去り際、細い指でビシッと副支配人を刺した。とにかく、マスコミに関しても、我々が最善の方法を持って対応しますから、そのつもりで。半ば強引に廊下へ引きずり出された鴨泉警部補は、まだ怒りが収まらないのか、絨毯を踏みにじるようにしてエレベーターホールへと向かう。つまり、島の警察もあの副支配人にいいように丸め込まれてたってわけなのね。いや、教師、ついてきてる。島でたった一人の警察官、大野原さんもこれには言葉もない。小さな島ですので、みんな仲良くと言いましょうか。その、呆れた癒着ぶりね。そうやって口を塞いだところで、いずれ人の噂は広まるものだし、そうして捜査を遅らせれば遅らせるだけ、こうして被害も拡大して、取り返しがつかなくなるというのに。お恥ずかしい話ですが、こうしたスキャンダルは客商売では命取りになるものでありますし。まあ、でもさ、別にホテル側が何かして、やったわけじゃなくって、そういう、まあ、でもなんのかな。人が死んだっていう話になると、その部屋は使い物にならへんことになるかもしれんけど、でも世の中には物好きもいるから、まあ人が死んでないんでしょ？だそういう事件が起きた部屋っていうことで、逆に公開してしまえば、物好きは止まるんじゃない？最近さ、ほら、ホラーブームやし、知らんけど。それに正直、このホテルにやってくる観光客相手の仕事が、この島のわずかな収入源となっているのも事実なものですから。だからなるべく事件が公になるのは避けたいということですか？ああ、島民の間にもちらほら不穏な噂は広まっているようですが、そんなのはただの噂ということにしておきたいというのが本音です。このホテルには病院で死んだ患者の幽霊が出るらしい。昨日、兄さんが何気なく口にした言葉を思い出す。いくら真実から目を背け、なかったことにしようとしても、心の奥底の不安までは偽りきれない。それが幽霊の噂となって、人々の口から溢れ出したのだろう。本当か嘘かわからない不吉な噂なら、ないものと信じておきたい。それは人間なら誰もが持ってもおかしくない願望だ。だがその願望は時として猛毒となって人々を犯していく。この事件もそう長くは隠し通せないだろう。でも今までの4件隠せてたんでしょう。いずれ全てが露見したとき、何もかもが手遅れになっている。まあでもそうやね。被害が広まれば広まるほど、やばいってなるよね。5件って。真実に気づくときは、息の根が止められるときなのだ。とにかく、このまま放置しておくわけにはいけません。大野原さん、これまでの事件をまとめた資料を用意してもらうことは可能ですか？は、この大野原剛、命に代えてもご用意させていただきます。大野原さんにはまだまだお願いしたいことがありますから、死なれては困るんですが、どうぞよろしくお願いします。エレベーターに乗り込んだ僕たちは1階へと降りた。フロントで昨夜の事情を聞くためだ。僕たちが警察だと名乗ると、二礼だでやっただっけ。二礼だ支配人の顔から血の気が引いた。
そういうわけで捜査を担当することになりました。よろしくお願いします。まさか警視庁の人間が泊まってたとは思わんやろね。怪しいもんこの人も。承知いたしました。できる限り協力させていただきます。他の従業員にもそう申し伝えておきます。大鳥副支配人とは違って殊勝な態度だ。二例田支配人が昨夜の当直だったというので、そのあたりの事情から聞くことにする。中畑様と言われるお客様で、当ホテルのご利用は初めてでいらっしゃいました。チェックインは昨日で3泊することになっていた。島に営業に来ていたサラリーマンだそうで、連れはいない。それなんですが、本当に連れはなかったんですか？僕がそう質問したのには根拠があった。まあ、部屋のタイプやね。僕は尋ねた。おかしいですよね。一人で来たはずなのになぜダブルルームなんですか？すると二例田支配人は淡々と答えた。それはお客様からお申し出がございまして。本人から。鴨泉警部補の問いに二例田支配人は優雅な動きでうなずいた。さようでございます。最初はシングルルームをご用意いたしたのですが、夜になってダブルに変えてほしいと言われましたので、そうさせていただきました。いらんもの呼ぼうとしたんかな。私どもも空いている部屋はたくさんございますので、そういうご希望にはできるだけお答えするようにしております。じゃあ二人分のルームサービスというのも。はい、そのお電話で後ほどワイン一本とグラス二つも持ってきてほしいと。では部屋に誰か訪ねてきたということですね。鴨泉警部補はカウンターに片手をついて二例田支配人に尋ねた。さあ、私どもは存じません。本当でございます。ホテルの構造上、フロントを通らなくても客室に行くことは可能だ。だとすると、そうやって外部から入り込んだ人間か、あるいは他の宿泊客か、ホテル内部の、やばいよな、フロント通らずに客室行けるって。やばすぎん？支配人、あのこと話したらどうすか？ちょうど通りかかったホテルマンが口を挟んだ。気はいいのだろうが、ちょっと軽そうな若者だ。ここはいいから、あなたは他のお客様のお相手をなさい。口調こそ穏やかだが、二例田支配人の語気が低く強くなった。余計な口出しをしてしまった若いホテルマンは、支配人の一言でそそくさと引っ込んでしまった。失礼いたしました。何でもございません。何でもないという会話じゃなかったですよね、今のは。すかさず鴨泉警部補の追及が始まる。支配人お話しください。ですが、これは事件には関係ないと思いますので。関係あるのかないのかは我々が判断します。しかし、客のことをペラペラ喋るのはホテルマンとしては褒められたものではない。だが今は少しでも手がかりが欲しい時だ。お話しください。お願いします。であります。僕らは揃って支配人に強く迫った。そうまでおっしゃられるのでしたら。やがて観念したのか、二例田支配人が言いにくそうに打ち明けた。実は中畑様はチェックインの時にこんなことをお尋ねになられたんです。この島にそういう商売の女はいるのかと。そういう商売の女。小暮さんがポカンとした顔で尋ね返したが、すぐに思い当たったようで、ああ、そういう女でありますか、と言葉を飲み込んだ。二例田支配人もそれから先は察してほしいとばかりに語ろうとしない。私はおりませんとはっきり申し上げました。実際この島にはそういう類の女性はおりませんし。観光地のホテルでは、この手のことを求める客も珍しくはないのだろう。これで被害に遭った男性がそういう欲求を持っていたことが分かった。だが島にその手の女性がいないとすると、誰と一緒だったというのだろう。
あー、犯人は女ってことかな。そうね、なんかそんな感じがするよね。で、どうしようかな、ここで一旦やめようかな。結構さ、今回のこの最終話の流行り紙さ、夏、海、孤島っていうだけでちょっとワクワクしてんねんけど、この気持ち私だけ？また次の動画でお会いしましょう。